ちゃんです。イエイ。はい、皆さんこんにちは。今日は大阪市東住吉区にある石窯パンゴッホにやってきました。東住吉区といえば長居公園があります。公園内にはヤンマースタジアムがあり、セレッソ大阪の本拠地でもあります。入り口には新商品、人気商品が黒板に書いてあります。コーヒーは小さいのが65円、大きいのが108円で売っています。人気商品の角パンもあります。この丸まったやつが角パンです。牛肉ゴロゴロカレーパンは売り切れていました。どのパンも美味しそうです。ピッツァも美味しそうです。どちらも378円です。これも人気商品のキングオブクリームです。カレーパンが出来上がりました。これもいただきます。これも人気パンのクローネです。クロワッサン生地の穴の開いたパンに購入してからクリームを注入してくれます。石窯でパンが次々と焼き上がっていきます。食パンも大量に焼けています。これが石窯です。ハンドルを回して食パンを取って叩いてポロッと出しています。出来たてはいい匂いがしてとても美味しそうです。駐車場は店の横に車を4台止めれます。家に帰っていただきます。はい、とても可愛い袋です。あ、角パン、角パン硬そうやね。美味しそう。美味しそうやな。ちょっと拭いて。めっちゃ美味しそう。硬そう。美味しい。美味しそうやな。カリカリしてる。クッキーな顔が。そうね。なるほど。今気づいた。うん。角パン。美味しいね、角パン。中が薄いですね。うん。これ。中がふわふわもっちりです。丸い層になってるな。角パンの角の部分をさ、カリカリしてる。ほら、めっちゃアイス。アイスの最後みたい。バケットめっちゃうまいわ、これ。ほとんど餅やな。美味しいお餅や。皮がサクサクで美味しいです。辛いで。辛いな、ちょっと。でもいけるんじゃん。あったまる。いや、バケットキープしてる、うん、芸術できる。クリームパンめちゃめちゃうまいわ、うん、クリームの濃厚で美味しい。クローネはクリームがフレッシュでとても美味しかったです。ごちそうさまでした。ショートフィルムついに完成。見ていられないクオリティ。あなたはこの時間を耐えれるのか。次週ショートフィルム寝ない子誰だ。決して一人では見ないでください。